ありがとうございました。さあ、お名前をお願いいたします。坂東です。坂東さん、鷹を据えてみてどうでしたか？全然こちらに来てくれなくてどうしようかと思ったんですけど、意外とこう向かってくるときは怖かったんですが、ふわっと乗ってくれて可愛かったです。間近で見ると顔可愛いんですよね。はい、ありがとうございました。よかったらお願いします。お名前をお願いいたします。栗山と言います。栗山さん、鷹を据えてみてどうでしたか？思ったより重かった。1キロ弱ぐらいあると思いますので、重かったかなと思います。ありがとうございました。次の方、お願いします。Could you tell me your name? My name is Marcus. How do you feel about the design? Oh, this is very interesting. I work in that building over there. And so every day I see the park, but it's nice to be here and try this. Very exciting. とっても面白かったと、この後の高あのビルからのフライングを楽しみにされているということで、ありがとうございます。ぜひこの後の成功をお祈りください。ありがとうございます。最後、次の方お願いします。お名前お願いいたします。小田と申します。今日やってみてどうでしたか？すごく楽しくて、高の上ってすごく綺麗なんですね。あと色合い、首のところとか色合いもすごく綺麗で、すごく楽しくしていただきました。ありがとうございました。体験していただいた皆様、ありがとうございました。もう一度皆様、大きな拍手でお願いいたします。それではいよいよ実演の締めくくりとなります。大鷹の急降下を行います。披露しますのは大鷹鷹城と大鷹になります。